ただ説明を聞くだけじゃなくて、一社でも多く時間が許す限りいろんなブースを回ってね、ちょっとでもいいんでその仕事を体験してみてください。感じてみてください。耳で聞くよりもものすごく自分に入ってきます。これまでは企業説明会ということで企業様の説明を聞く機会はたくさんあったのですが、実際に生徒が触れたり体験したりということが初めてのことだったので、ぜひ参加したいと思いました。名刺交換をすることが生徒にとって非常に効果があったと感じています。それまでは積極的に企業様の方に話しかけるようなタイプではなかった生徒も、名刺交換をすることでどん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 積極的になっているように感じました。私が特に印象に残った企業は日産プリンスさんと中央総合警備保障さんです。日産プリンスさんではもともと車が好きだったので車の乗車体験をし、最先端に触れることでもっと車を知りたいと思いました。中央総合警備保障さんでは警棒や盾を実際に触り、痴漢時の防御術を学ぶことができました。もともとサービス業や営業に興味を持っていたのですが、実際に企業を回ってみて人を守る仕事にも興味を持ちました。本日弊社では、SNS、ホームページとネットの方を使っての企画、あとは商品紹介の方を、準備させていただきました。インスタグラム等は、生徒さんたちにもものすごく身近なツールなので、ものすごく興味を持って、質問等されておられました。一人、ものすごく陶器に興味を持たれてまして、波佐見町内の各社のショップさんを回って、でぜひうちの会社に入りたいと言われた方も1名おられました。今回の企画はものすごく良かったと思います。今回弊社ではメルセデスベンツのゲレンデという車を持ち込みさせてもらいました。実車を学生さんたちに触れてもらうことで、今の自動車業界がどのような形になっているのかっていうものを体験してもらいました。今の車っていうのは電子制御部分が非常に多くなっておりまして、専用の診断機を使って電気的にどのような動作をしているのか確認をするというのが非常に、大事な作業になっております。特に男子生徒さんたちが多く訪問をしてくれまして、車運転席に座るっていうことに対して、そして、車を操作するということをすごく楽しんでやってくれているように見えました。今回体験型の企業説明会というものを私も生徒さんたちと一緒にすごく楽しみながら説明することができました。本校は就職を希望する生徒の約9割が地元の企業を希望します。そういった点からも今回の企業様との出会いで生徒たちの就職の幅がさらに広がって、地元に希望を持って就職をしていってほしいと考えています。